ざっす。おはようございます。伊沢さんこんにちは。今日はね、はい、レイクサイド。レイクサイド。伊沢さんの庭だけど、はい、このパター見てこのパター。ちょっと今日は伊沢さんが、ね、はい。まああの何十年かぶりに使うパターなんだけど、はい、まあこれでマスターズ4位だったっていうね。やばい。で、まあ、今綺麗なんだけど、はい、これオーバーホールして全部綺麗にしてもらってるから、はい、なんか新品みたいなんだけど。いや懐かしくて、はい、これ何年ぶりに使うの？20年ぶりぐらいに使うの？いやそうだね、マスターズがあれ2000年ですか、ね、2001年、21年前、はい、に使って4位になったパターンって、さっき俺あの聞いた時にすげえバカにしてたけど、はい、今聞いた瞬間に値段ばっかくりしてた絶対入らんって、先生これ絶対入らんっすよって言った瞬間に、聞いた瞬間に値段ばっかくりしたから、はい、ということでちょっと今日はこれ懐かしいパターンを、はい、使ってみます。はい、今日はどんな感じですかね。まあなんかね、いろいろ聞きながら、まあ、聞きながら喋りながら、そうね、まあ、レッスンじゃないけど、はい、まあ、どんな感じなのかなとか、はい、まあ、あとちょっと俺が新しく仕入れた情報もちょっと孔明に、まあ、それはまあ伝授っていうわけじゃないけど、はい、まあ、やってみたらどうっていうのがちょっとあるから、かしこまりました、行ってみます、はい、今日は楽しく、今日は天気もちょうどいいっすね、はい、暑からず寒からず、風はちょっとあるけどあるですねこの時期にしてはあったかい、ま、いいですね、うん、ちょっと寒かったですもんね、うん、はい、でも今日は日が出てるし、ちょうどいいんじゃない、はい、ラウンドのね、試合の合間だから、そうですね、はい、じゃあちょっと楽しく、来週の日本オープンのためになることを聞こうと思って、はい、楽しみにしてます。まあこのパターだからそうですねちょっとで、ね、なんか嬉しいんだよ入んなくてもいいから嬉しいそういうのやっぱ大事に、やっぱ4位の時はパター取るか、さすがに。そう、俺結構自分のパター良かったパター1個もないからないですねで復刻版が出てんだよね。あ、そうなんですね。そう、こう後ろね、白いのがね、はい、ゴムなの。ああ、はい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 。まあ最近分かってる、この間までちょっとあったよ。いやだって俺プロテスト買った頃、やっぱみんなこれ使いよったもんね。これはすごい。入んなくてもいいから楽しく回れる、はい、でもね、回ったら多分真剣にやるだったから、はい、そうですね、入んねえ方、なんで入んねえんだよって言いますから春先ここのコースって、はい、グリーンめちゃくちゃ速いのよ、はい、今日は高麗グリーンかなっていうくらい結構目を感じる決して遅いとは言わない、目を感じるちょっと不安あるね、ちょっと芝が長いと春先はあんまり感じないけどね、うん、米プロもパターは2点3点してますもんね。あ、俺ねパター変わったね、あの、はい、エースの SM 金色のヘッドから、はい、そうなんですよ、あの太いグリップから今これに落ち着いてる感じですかね。そうですね、あと年齢重ねてくるとやっぱりちょっとデカめのヘッドだから見やすいよね。そうですね、これだとさ久々に構えたらちょっと構えづらいっていうか慣れるまで大変そうな、頼りない、あとパターの調子がいい時って、はい、このパターすげえみんないいのよ、はいはいはい、でなんかこうねちょっとパターに違和感感じたら、はい、マジピンタイプってみんな打てない、打てない、やっぱほら軌道が見えやすい。そうですね、でもなんかこの前雑誌に載ってたけど、はい、やっぱ強い選手ってみんなこっち系のパターばっかり使ってるし、はい、僕上がりしたんですけど、先生4位って聞いた瞬間そのパターバカにしてたろ、スカそのパターでショップで1000円で売ってるかどうかぐらいのパターだと思う。さすがにキャメロンだから1000円ってことはないんですけど、はい、もちろんサークルティーとかない頃だから、逆にすごい懐かしい。へえ、すごいものだ。マスターズ4位ですよ、これで。それを聞いた瞬間値段が爆上がり下げる。お目にかかれんすもんね。こちらがちょっと打ってみたいな。いやちょっとバカ無理と思うんですよね。無理と別に。このまずこの細い感じがマジでグリップだろ。そう。それも踏まえて、はい、懐かしい感じ。いやこれ棒やもん。みんなこれ使ってたんすもんね。そうよ。いやこれ転がるそうなイメージないんですけど。使いやすい。おら。ああ。いや難しいね。やっぱドット欲しいっすね。そう、ドットが欲しい。そうですね。上からどこ何もないですもんね、上が。そうなの。若い時はこんなんでよかったけど、多分まあこの辺がスイートスポットなんだろうけど。ドットかやっぱ線が欲しい。ね、はい、もうこれ慣れちゃうとないとなんかちょっと不安。どこ欲しいなんだろう。でもまあ遊びだ。まあまあ今日は楽しくですね。はい。
よろしくお願いします。結構爆風あるちょっと吹いてきましたね。クラブが全部一新されてるからね春先先生と回った時と。そうですよね、うん、春先っていうかあれか、はい、安以来あの全地区オープン以来、ね、あ全地区オープン、はい、あの時はキャロウェイでしょうねほとんど。そうそうそう、はい、よろしくお願いします。お願いします。あんまり大きい声で言えないけどシニアの試合より気合入っちゃう。あ、やっぱり朝一はこんなもんだよな。いやでも球はまっすぐ飛んでますよ。すげえ重く感じたなクラブが。お願いします。お願いします。うわまっすぐじゃん。うわまっすぐ。いや確かにクラブが重く感じました。重く感じるわ。すげえ重く感じたもん。重く感じました。あれちょっと上げっぽいですね。上げそうなっちゃってる。102ですね。バンカーバンカー風が、ま、回ってますねだいぶね。はい、まあいいか横風ぐらいで行っとくか。あ戻されてる。うんナイスです。ナイスです。風が回ってる。81ヤード、はい。うん、ナイスです。伊沢さんと同じところぐらいですね。思って遠くなったし。あ、先生の球に当たったのかな。当たりましたね、あれ。先生の遠くなりましたもん。2ホール目、180ヤード、180ヤードですね、打ち下ろし入れて。伊沢さんエンジンかかるの大体前半の終わるぐらいでしたよね。ヤス高原の時も。そう。はい。一方面に悪くなってきた。やっぱね、待つとダメだね、年寄りはね。待つとですね。体固まる。このフロア7番アイアン。フォローだったらね。はい。ちょっとアゲッツだったら、大ショートするかもしれない。あと伊沢さんのホールインワンみたいに。そうですね、僕も見たことないんで。本人が見たことないんだ。失礼しました。人のしか見たことない。自分のはまだ見たことない。いや、惜しいのは何回も見たことあるんですよ。なあ、どこでもラウンドするたびに惜しいのは何回も見たことある、はいはい、結構広いですね。うん、思ったより広い。スタンスが、うん、7番アイアン、アイアンとか6番ぐらいの大きさ幅が。これ俺全然ドライバーとかユーティリ、うん、ウッド系ぐらいの幅、もっと狭いかと思ったイメージ。あ、俺意外と広く立っちゃうね。広い方がやっぱり下半身が安定するんですか。まあ人にも確かに。確かにこれぐらいじゃなんか心細いですもんね、うん、肩幅って言うけど、はい、肩幅ってみんなこんなもんやろ、うん、まあこんなもん、そんなもんね。肩幅じゃ心細いもんね、はい。鬼クソダフってましたよ。あ、でも喧嘩してちょうどよかった今。鬼クソダフ結構やっぱサイズきたな。結構左から吹いてるね、はい、もう絶対左外れると思った。全然左だと思ったんですよ今、ね、最後ブイって戻ってきてバンカーの上ぐらいまで行ったんですよ。あ、来てるけど